れだけあればもうそろそろ必要な数は揃ったかな。そう、それなら町に戻ろう。パティも待ってるし。それじゃ早速錬金術の調合をします。と言ってもこっちで取れた素材と新しい錬金釜だから慣れるまで大したものは作れないけど。失敗の言い訳を今から考えているのか。違うって、新しい武器や道具を使う時って慣れるまで少しかかるでしょ。そんな感じ。まあまあ、できるやつでいいから早くやってみせてよ。まったく、ちょっと待ってね。よし、じゃあ始めるよ。何作っちゃおうかな。入れる場所は、さあ何を入れよう。感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。どれにしようかな。こんな感じかな。うまくいくかな。やった、できた。ほらこんな感じ。実際にライザが調合してるのを見たのは初めてだが、錬金術ってやつはすげえな。驚くよね、全然違うものができるから。どう、これが錬金術だよ。正直驚きました。こんなすごいものが本当にあったなんて。錬金術を使えば何でも作れるよ。いや、さすがに何でもはちょっと言い過ぎか。何でも本当に。どうしたの。あ、いえ何でもないです。ライザの錬金術が健在で安心したよ。遺跡の調査はまた日を改めてかな。ライザも到着したばかりで疲れてると思うし。そうだね、さすがに私もちょっと疲れた。だろうな、島からここまでの長旅、知らない町、いくらライザでも疲れない方がおかしい。その言い草、あんた私を何だと思ってんのよ。いろいろ準備もいるだろうし、ライザの用意ができたら声をかけてよ。待ってください、今度は私もついていきます。パティ、
それは危ないと思うし、やめた方が。でも、そう、実は私も遺跡には以前から興味を持っていたんです。え、どういうこと？そんな話初耳だ。タオさんの授業を聞いていて、歴史に対する興味が最近急に強くなってきたんです。遺跡のことも同じで、私にとって探索は勉強なんです。でも遺跡には魔物が住み着いてるかもしれない。戦うことになるかもしれないんだよ。私も全く剣術の心得がないわけじゃありません。それはタオさんも知ってるでしょ。まあ、分かった。じゃあ一緒に行こう。でも本当に危ないかもしれないからね。今日はここでお開きかな。それじゃあまた明日ね。ちゃんと疲れを取っておくんだな。では失礼します。はあ、いろんなことがあったな。タオたちにも出会えたし、新しい友達もできたし、オートもあちこち見て回ったし、遺跡か。どんなとこだろう。モリッツさんからの石もあったっけ。やることいっぱいだ。これから一体どうなる。だけ休もうかな。よし、休んじゃおう。毒キノコも錬金術の前には関係なし。
ライザー。もう準備できてるんだね。うん、体力もバッチリだよ。それじゃ早速行くとしよう。まずは街道に出るよ。よし、未知なる遺跡に向かっていざ出発。始まり。